皆さんにとってブルートレインとは何でしょうか。私はかつて上野駅と青森駅を結んでいた寝台特急あけぼの号や白鶴号を思い浮かべます。皆さんが住んでいる場所や年代によってこの返答は様々かと思いますが、だからこそブルートレインは記憶に残る存在だったと思います。夜に始発駅を出発し明朝に目的地へ到着するブルートレイン夜行列車は、東海道新幹線が開業した後も根強い人気を誇っていましたが、国鉄の分割民営化、マイカー保有率の上昇、格安で移動できる LCC や高速バスの登場により利用者は低迷。最後のブルートレインとして運行されていた上野札幌間を結ぶ北斗星も2015年8月に廃止され、ブルートレインは約60年の歴史に幕を閉じています。そんなブルートレインという名称を生み出した車体をご存知でしょうか。それは国鉄二重計客車です。二重計客車が誕生するまで国鉄における寝台車を連結した夜行列車には主に二重計客車を用いていました。1950年代軽量化設計で世界をリードしていたスイス連邦鉄道の軽量客車の影響を強く受け開発されたのが重計客車です。それまで使用していた43系客車は自重が約33トンであるのに対し、重計客車の自重は約24トンに収まっており、車両性能の向上に著しい効果を上げています。ただ重計客車には車軸駆動式の発電装置や波型自動連結機、蒸気暖房といった旧来のものを踏襲した部分も多く、高度経済成長期に突入すると内装やサービスにも陳腐化が発生していました。そこで特に高いサービスが求められる特急列車に新型客車を導入することになったのです。こうして1958年に開発されたのが二重計客車です。当初1956年に運転を開始した東京博多間を結ぶ寝台特急朝風号に導入されたことから朝風型客車とも呼ばれ、その設備の優秀さから走るホテルとも言われていました。二重計客車は日本で初めて同一系列同一衣装の車両による固定編成を組むことを前提とした体系的な基本構想のもとに設計された客車です。塗装は青15号にクリーム色1号の帯を3本巻いた外観はデザイン的にも優れ、以後の客車寝台特急も含めてブルートレインと呼ばれる起源にもなっています。本設計は従来の重計客車をベースに普通高仕様であるものの、台枠だけではなく側板などにも荷重を負担させることで梁や柱などの構造部材を省略して大幅な軽量化を実現。また電源車から一括供給される大容量の電力により、国鉄正式客車としては初となる全車空調装置の装備と食堂車調理設備の完全電化を実現しています。これによって扇風機カバーや通風機などの突起物を一切取り付ける必要がなくなったことから、車両限界を最大限に活用すべく丸く深い切り妻構造の断面形状を採用しています。また二重計客車の外観における最大の特徴といえば先頭車形状です。編成の最前部最後尾に連結される電源車は3枚の平面ガラス、緩急車は2面の曲面ガラスを採用する丸妻型デザイン。また分割運用にも対応する編成中間の緩急車は貫通路を備える切り妻型デザインとしています。開発当初客用扉は自動ドアの設置を検討していましたが、開発が間に合わなかったため手動ドアが採用されています。開閉作業は車掌補佐によって行われていましたが、1976年10月に車掌補佐が廃止されて以降は乗客が手動でドアを開閉しています。また列車愛称板には非貫通タイプの電源車緩急車では五角型のアクリル板による電照式の大型表示装置を採用。そして二重計客車で面白いのが、客車であるにもかかわらず一部の電源車にはパンタグラフが設置されている点です。これは主に直流電化区間のみを走行する列車に限られていたのですが、電化区間でディーゼルエンジンで発電するのは効率が悪いと判断され、架線から給電していたのです。ところで二重計客車の開発で最も苦戦したのが台車周りの設計でした。二重計客車の台車には
中継客車の台車をベースにした TR55 型軸バネ式台車を採用しています。同時期の特急型電車機動車で採用された蛇行動を抑制するボルスターアンカーの装着は見送られています。開発当初は乗り心地改善に向けてボルスターアンカーの搭載が検討されていましたが、製造当初からすでに電源車以外の車体重量が換算量数な9の上限ギリギリだったのです。換算量数とは鉄道の運転業務で用いられる重量の単位の一つです。二重計客車は一番重い車両で 31.5 トンで、この場合 27.5 トン以上 32.5 トン未満のな9に該当します。機関車1両で運用する場合、編成長や機関車出力によっても異なりますが、このな9を超えた場合10年運転が必要な列車も出てくるため、客車はな9程度に抑えるのが一般的でした。ただ空車状態でさえ 31.5 トンの二重計客車はこの車体重量の重さが原因で後にとんでもない事件が発生するのです。二重計の心臓、当初山陽本線の電角間が姫路に到達したばかりで、非電角間では C62 型などの蒸気機関車が牽引していました。そのため従来の客車と同様の AS 自動空気ブレーキを使用することから、最高速度は時速95キロに制限されていました。その後1967年10月の常磐線全線電化完成で、本系列の幹線系での蒸気機関車牽引による運用が消滅し、さらに1968年9月をもって最後まで残っていた佐世保線内の C11 型牽引運用も BD51 型への置き換えが決定したことから、1968年10月より電磁自動空気ブレーキ化へ改造工事を実施し、最高速度は時速110キロに引き上げています。さて二重計客車には様々な形式があり、ここでは全形式を紹介しきれませんので、特に珍しかった形式などを紹介します。二重計の中で最も珍しかったのがナロネ二重型です。こちらは1958年に3両のみ製造され、1人用2人用の一等個室寝台車となっています。1人用個室はルーメットという名称がつき、室内には幅900ミリの1人用ソファがあり、背もたれが倒れて寝台となる構造を採用。さらに補助席、洗面台、カミソリ用コンセントを装備しています。また2人用個室にはコンパートメントという名称がつき、こちらは下段部がソファ式で、上段部が折りたたみ式の2段ベッド構造としています。さらに大型の鏡や洗面台を備え、二重計の代名詞走るホテルの名を具現化した豪華車両でした。ところが1975年3月10日のダイヤ改正で朝風運用から外れると、渡船区への転用も難しいと判断され、3両全てが廃車され、形式消滅となっています。残された資料も数少ないことから幻の二重計とも言われています。対して一等寝台車として一般的だったのがナロネ21型です。レール方向に並行するようにベッドが配置されている、いわゆるプルマン型を採用し、一等寝台車としてだけではなく座席車としても活躍していました。分割民営化直前、急行と和田や大仙に転用され、民営化されるとほとんどが廃車され、1996年に形式消滅しています。二重系寝台車の中で最も庶民に愛された形式がナハネ20型です。ナハネ20型は開放式二等寝台車として設計され、二重系の中で最多の253両が製造されています。車内は側路浮化式で、幅520ミリの3段式寝台を9ボックス設置していますが、真ん中のベッドは格納式となっており、ベッドの厚さも薄かったこともあって外れ席とも言われていました。二重系客車は1958年10月から東京博多間を結ぶ特急朝風に投入。以後首都圏と九州地方を結ぶ寝台特急の要望が増え、1959年7月には東京長崎間を結ぶ特急平和が二重計化され、愛称が桜号に変更。この時に導入されたのが一人用個室ルーメットであり、走るホテルというコンセプトを体現した車両たちでした。長崎発着の特急列車も全車冷房完備の二重計客車に変更され、
残る鹿児島発着の列車とはサービス格差が大きく、国鉄では翌年度の予算で二重計客車をさらに増備。1960年7月、東京・西鹿児島間を結ぶ寝台特急はやぶさに導入され、東京・九州間の3本の特急列車が二重計に置き換わっています。1962年10月、東京・熊本間の特急みずほが二重計に変更され、門司駅で付属編成の8号車から13号車を分割し、大分発着として運転されています。また1964年10月には寝台特急みずほの大分編成が独立し、東京大分間を結ぶ寝台特急富士が誕生。さらに同年、上野青森間を東北本線経由で結ぶ寝台特急白鶴にも導入され、上野から東北方面、さらには北海道方面へと向かう夜行特急にも二重計が導入。また1965年10月では常磐線経由で上野青森間を結ぶ寝台特急ニューズルも誕生。以後東北方面への寝台特急は白鶴ニューズルコンビで運転され、2列車の寝台券はプラチナ化していったのです。1970年7月、上野秋田間を東北本線奥羽本線経由で結ぶ寝台特急あけぼの号が運転を開始。実はあけぼの号の運転開始に向けて二重計が新規で製造され、当時はあけぼの専用の二重計客車をお披露目を兼ねた臨時運転でした。また当初においてはあけぼの号が初めて深夜時間帯に停車する駅での客扱いを行わない運転停車の措置を取り、後に長い区間で通過扱いが当たり前になる寝台特急ダイヤのモデルケースとなっています。ところがこのあけぼの号に導入された際、大きな問題が発生してしまいます。当時あけぼの号は上野から東北本線を走り、福島からは奥羽本線に入るルートでした。ところが福島から米沢の間には最急勾配38パーミルの板谷峠が待ち構えており、常台編成となる特急列車では機関車による重連運転が一般的でした。しかし1968年に出力を向上させた EF71 型機関車が導入され、重連運転は解消されたのです。と思いきや1970年に運行を開始したあけぼの号で大きな問題が発生します。それは二重計客車が重すぎて EF71 型単機ではパワーが足りず、板谷峠の急勾配で空転が発生し、遅延が慢性化していたのです。なぜこんなことが発生したのか。あけぼの号が運転を開始したのは1970年であり、二重計客車が誕生してから15年ほどが経過していました。この時の日本は高度経済成長期にあり、旅客から求められるサービスも急速に上がっていた時期で、二重計客車も数年ごとにマイナーチェンジを行い、その度に機器類の追加を行っていました。また出荷対策工事を行ったこともあって、開発当初と比較して約 10% も車体重量が増加していたのです。二重計では最も重い形式で約 31.5 トンあることから、あけぼの号用の車体は1両で33トンを超えてしまい、換算量数も1段上のお給に該当していたのです。にもかかわらず書類上の換算量数はそのまま那給で提出していました。こうなると牽引する機関車を選定する際、 EF71 型単機で牽引できると判断されてしまい、書類上より重いあけぼの号は板谷峠でパワーが足りず空転が発生し、遅延が慢性化していたのです。実は客車をオーバーホールして検査する全般検査では3トン以下の重量増加は監督機関に報告義務がなかったため、書類上でもそのまま那給で提出していました。仮に換算量数を増やした場合、ダイヤ構成や編成構成、牽引する機関車の変更など大掛かりになることから、重量増加は見て見ぬふりをしていたのです。しかしあまりにも遅延が慢性化したこともあり、1972年10月には ED78 型を連結して重連化。以降秋季や冬季では重連運転でも空転が発生しましたが、短期よりも安定した走行を見せるようになります。1980年10月、寝台特急あけぼの号の使用客車を二重計から24系に変更され、二重計は
特急での定期運用が消滅。以降は急行列車での運行がメインとなりましたが、国鉄分割民営化に伴って多くの車両が廃車。1996年には JR 東日本から消滅し、1997年には最後の二重計客車による列車快速さよなら二重計客車が運転され、1998年に系列消滅となっています。しかしブルートレインという名称の生みの親でもあることから、鉄道博物館や京都鉄道博物館などではその雄姿を眺めることができます。